ミッテルドーラ強制収容所の地下工場に残っていた V1 飛行爆弾ミッテルドーラ強制収容所はドイツがチューリンゲンのノルトハウゼンとエルリヒの間にあるコーンシュタイン級に創設した強制収容所であるドイツ軍の秘密兵器 V6 万人以上の囚人がミッテルドーラ強制収容所とその付属強制収容所で働かされうち2万人以上が死亡したという 収容所そのものの名称はドーラと言い,い、その周りに配された工場群をミッテルバウと呼んでいた。これらすべてを合わせてミッテルドーラと呼ぶ。ミッテルドーラ強制収容所への貨物列車の入り口、第二次世界大戦中の1943年にブヘンバルと強制収容所の労働分隊がコーンシュタイン級を掘削して収容所の建設に当たった。ドイツ軍は 連合軍の空襲を警戒し、兵器生産施設を地下工場へ移していたためである。1943年8月、バルト海沿岸のペーネミウンでの軍事基地が、イギリス軍に空爆された。ここには、ドイツ軍の秘密兵器 V1 飛行爆弾と V2、ロケットの試験場が設けられていた。この後、V1 と V2 の行動はすでに完成していた。 ミッテルドーラへ即時に移せとの命令が出た。以降ミッテルドーラで V1 と V2 の開発が続けられた。はじめミッテルドーラはブーヘンバルト強制収容所の外部収容所であったが、1944年10月28日に独立した収容所として認められた。またミッテルドーラの労働分隊がいくつかのミッテルドーラ外部収容所を構成した。 厚さ100メートルの結晶変岩層という天然の防御壁で空からの攻撃に守られたミッテルドーラには常時6000人の囚人と同じ程度の数のドイツ人、一般市民が働き、V1 と V2 ロケットの製造を専門に行い続けた。支役される囚人はロシア人とフランス人が多かったという。1945年4月初めにはノルトハウゼンなど付近の都市が空襲に遭い、 壊滅。ミッテルドーラの運営も事実上不可能となった。1945年4月10日に付近を占領したアメリカ軍がミッテルドーラを発見して解放した。なおミッテルドーラにガス室は存在しなかった。死亡した囚人は当初森の中でダビに付されたが、後に仮装場が設けられ、それ以降だけでも約5000人の囚人が仮装された。 A と B と名付けられた2本の3キロに及ぶトンネルが南から北へ平行に丘を貫いている。その2本の平行のトンネルの間に行動を40本が連絡通路として置かれ行き来ができた。この連絡通路の行動はギャラリーと呼ばれる。ギャラリーは250メートルほどであった。部品はトンネル A の入り口から貨物列車ごと送られてくる。ギャラリーに 網の目状に存在する作業場や、ベルトコンベアーになって組み立て作業を行う場である、トンネル B を経て、V1 や V2 ロケットが、トンネル B の南側出口から搬出され、鉄道で、爆薬充填工場へと移送されるようになっていた。オット・フォーシュナー・リヒャルト・ベーアー。ありがとうございます。